どうも、どうも、どうも、パツです。上村茶屋です。ケバブ丸です。久保です。なにわ昇龍会です。ということで、今回の企画は、はい、はい、ドラフト直前、なにわ昇龍会が注目する、ぜひ、この選手を指名してほしい選手発表会。近いところに選手が来ます。選手の。いや、もうこの時期ですか。はい。うん、これをね、まあ、1位候補とか上位候補は、はい、いろいろ、連日報道で出てますけども、はいはい、まあ、そうじゃなく、はい、まあ、そこはもう皆さんきっとご存知だと思うので、はい、こういう選手をぜひ指名してほしいという、うん、なるほど、はい、言うなれば、なにわ昇龍会のおすすめ選手を、はい、今日は発表したいと思います。はい、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 じゃあ僕からいきます。はい、じゃあまず僕が指名してほしいと思う選手はこちら。はい、どどん、片山誠三さん、パナソニックの選手でございます。なるほど、社会人、社会人で、はい、大卒社会人なんです。なるほど、なるほど、なるほど。内野手です。はいはいはい、内野手。なぜこの選手を僕が指名してほしいかというと、はい、まあ、大卒社会人の内野手ってなるとやっぱり即戦力っていうことになってくると思うんですけど、よく考えたらやっぱり中日は結構そこを指名するのが多かった、うん、はい、まあ、いろいろいろんな意見ありますけども、結局阿部さんとか、うん、なんか物になってる選手が多い、社会人出身の選手は、うんうんうん、という意味で指名してほしいっていうのと、この選手176cm、101キロなんです。あ、あれ、ほぼ俺です。ぶぶーちゃんが、ぶがよぎりますね。はい、で、内野手で三塁手、主に、うん、ほら、中日にはあんまりいないタイプの、もう言うたら山川さんとか、はいはいはい、おかわりくんとか、ああいう選手になってくれるんじゃないかっていう期待を込めて、和製大砲、スラッガー、スラッガー、なるほど、もう絵に描いたような和製大砲になってほしいなと、うん、今ドラゴンズに足りないのはここなんじゃないかなと思って、ぜひこの選手指名してほしいと思います。はい、はい、じゃあ上村。はい、私上村茶屋が、指名してほしい選手こちら、ドドン、柳町達選手、ほう、慶応大学、慶応大、はい、大学生、外野手、ほう、あ、なるほど、まあ、右投げ左打ちなんですけど、うん、まあ、あと4年高校の時もちょっとやってたんですかね。でも、まあ、4年生からまたサードもちょっとやったりしてるという、うん、まあ、外野センターとサードを主にやってて、うん、この選手はですね、ヒットを打ちます。なるほど、とてもとてもヒットを打ちます。とてもですか。分かりやすくていいね。あのね、まあ、長打もないことはないです。うんうんうん、逆方向に強い打球を打つことができます。まあ、とにかくアベレージヒッターですね。うん、なるほど、なるほど。まあ、多分打撃で言うと、もうほぼほぼ即戦力、もうプロでも、もう1年目から通用するんじゃないかって言われてる選手ですね。なるほど、なるほど。はい、だから僕は大島選手の後釜に、なるほど、はい、なっていただけたらなっていう、まあ多分そんな、そうですね、まあでも結構注目されてるんですよ、多分 DeNA とか、なるほど、ね、楽天あたりが取りたがってるんかなっていう、だから5位6位とかには残ってなさそう。なるほど、4位、3位、4位あたりが、そこの外野手っていうのをちょっとドラゴンズが行くのかなっていうところはあるんですけど、うん、僕は、うん、もうそろそろ外野の、はい、うん、次の世代を、はい、確かにそのドラゴン、なおかつもう来年から戦力になるっていう選手が一番今欲しいかなと思って、うん、まあ、1番とか3番とかを将来的には打つような選手なんですかね。まあでも多分そんなに、うん、大島選手と一個違うところがあって、盗塁を多分あんまりしない
なるほど。大学でも通算で多分そんな一桁とかぐらいの、でもセンター守ってるんで、まあ、足が遅いことはない、遅いっていうわけではなさそうですね。はい、僕の注目選手は柳町達選手、はいです。じゃ次ケバブ、はい、はい、僕ケバブ丸がドラフトで注目してる選手はこちらです。立野和明投手、東海理科、もう地元愛知県出身ですし、もうずっと愛知のピッチャーなんですけども、うん、高校卒業後社会人に入ってるんですけど、うん、高校時代は2年からエース、うん、で当時マックス141キロやったんですけど、社会人に入ってから体重急速ともに10キロ伸びた選手 でしかも社会人とかいないですからフォークとか投げてるんですけど、でウィンターのピッチング見たんですけど、うん、ストレートがとにかく伸びる。ちょっと体重がやっぱ10キロ増えたっていうのは食いしばきの効果があったんですか？食いしばきかどうかわからないですけど、でも10キロなんで多分とても飯は食べ、とても飯は食べたんですけど、まあいいですし、はい、体も大きくなってますし、社会人の日本選手権大会みたいなんで。うん、12回投げてるピッチャーです。12回138球、4安打1失点っていうピッチングもできるピッチャーですし、まあ、とにかくストレートは吉田輝星投手みたいな伸びがあるピッチャ ー、こういう選手ちょっと面白いんじゃないかなという。右投げの投手でやっぱりドラゴンズ先発が元気な時はチームが強いというか、うん、なんでこういう盛り上げてくれる選手を一人取っていただくのもありかなと、はい、思います。じゃあ最後久保、はい、こちらです。佐藤俊也選手です。おお、なるほど。なるほど、はい、おお、ゴリゴリの一位指名を確実に12人のうちには入ってる、はい、うん、でもまあ今年はな、はい、保守豊作年と言われてるから。そうです、うん、その中でもまあ筆頭候補の。そうですね、打てるキャッチャーが欲しいなって思いまして。確かにね、はい、うん、っていうので選ばせていただきました、うん、はい、以上でございます、うん、まあ、佐藤俊也選手は、はい、もしかしたら他の球団やったら、はい、外野とかで取るっていう可能性。そうなんですか。うん、日本代表とかではファースト守ったりとかもしてて、ああですよね。そう、割と打撃力をかなり買われてるから、はい、まあ、もちろんキャッチャーとしても二塁への送球タイムもいいしっていう選手ですよね、はい、うん、だからほんまにプロになってからどこ守らされるのかっていうのも結構楽しみなところではあるよね、はい、はー、面白そうですね。君のピックアップおすすめやんな。すいません。いやでもいいと思うよ、はい、確実に今年の保守の中では、はい、うん、一本釣りも狙いに行く球団もあり得るっていうぐらいの、うん、価値があるぐらいすごいいい選手だと思う。ハズレなしのドライチもあり得る、うん、あり得る、うん、すごいですね、選手だと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。ということでじゃあもう一回全員出そうか。はい、はい、ね、ではドラフト会議当日はこの選手たちが果たして指名されるのか、はい、どうか、はい、ぜひ皆さんお楽しみにご覧いただきたいと思います。はい、はい、じゃあね。